みんな頼んだ。必ず救い出して。早急ハーリットインベージョン。待ってろよテル、今すぐ行くぜ。彼のわずかな魔力を感じてきてみれば、あの化け物たちは何？ゼル、そこにいたのね。ここは昔ゼルを連れて行った竜の狩り場だ。近くにかすかな気配を察知、行こう。この精神世界は今ゼルドリスと魔人王二人のものだから、俺や団長はこの世界に直接干渉することはできない。下手に刺激を与えれば異物として強制的に外へ排出される。つまり魔人王と直接やり合えるのはゼルドリス本人のみってわけか。団長の時と同じ、こっちにできることは声を、思考を伝えることだけ。さてさてさて、メリオダス、君は本当に自分勝手よね。二度もゼルを見捨てたくせに、今度は自己満足のために弟を救おうとしてる。ゼルドリスはやっと安らぎを手に入れたの。君にゼルの眠りを妨げる権利は。ゼル！メリオダス、何しにここへ。お前を救うためだ。貴様が俺を本気か。ああ、ゼル、奴の声に耳を貸さないで。奴が私を殺した。奴は大嘘つきの大罪人なのよ。あの男はまたきっと君を裏切るわ。ゼルを心の底から愛しているのはこの私だけなの。分かってる、ゼル。いや、分かってた。お前が本物のゲルダじゃないことは。それでも心のどこかで本物のゲルダだったらと、そう願っていたのも事実だ。私が偽物だっていうの？誰よりも君を愛してるのに。だから偽物なんだ。本物の彼女は俺にそんなセリフは絶対に囁かない。バカめ。結局は貴様も兄と同じ末路を歩むわけだな。ゼル！どこだ？返事をしろ！メリオダス、ここだ！ゼル！これはメリオダス、俺だ！騙されるな！ここだ！ここにいる！メリオダス、こっちだ！メリオダス、俺が本物だ！俺の幻覚、黙れ幻め！これでは。待ってろ、今すぐ。団長、何をする気？片っ端から糸を断つ。待って、団長、よく聞いて。精神世界に存在するものに刺激を与えれば、俺たちは異物として強制的に排除される。たとえそれが糸一本でも。こうする。すまねえ。いい、この状況でゼルドリスを救えるチャンスは一度きり。何とかして本物と幻覚を見極めて。ゴーセル、メリオダスたちは。団長はまだ向こうだ。状況がかなり悪い。この器は我のもの。貴様らごときの好きにはさせん。ゲルダ、息子をたぶらかすメス犬がわざわざ殺されに来たか。
つまらん邪魔が入ったな。てめえ、女相手によくも。感謝するわ、七つの大罪。あなたたちのおかげで魔人王の背後を容易に取ることができた。吸血鬼の再生能力を侮らないで。何より私はゼルの血によってさらに強化されてるの。それがどうした。貴様なぞこの場において何の戦力にも。話はまだ終わってないわ、せっかちじじい。私があなたを噛んだのは攻撃のためじゃない、血でつながるためよ。私も精神の内側に潜らせてもらうわ。メリオダス、俺がメリオダス、メリオダス、こっちだ。メリオダス、どうやって見極めりゃいい。もういい、ここを出ろ。魔人王ごと俺を撃て。奴に体を奪われ生きるくらいなら俺は死を選ぶ。諦めんな、ゲルダは今もお前を待ってるんだぞ。こいつらはどうやら俺の意識を反映させた幻のようだ。つまり俺自身でも見分けるのは不可能。メリオダス、頼みがある。戻ったらゲルダに伝えてほしい。ダメだ、自分で伝えろ。ええ、私も直接聞きたいわ。だから私が君を見つける。ゼルは必ず見つけるわ。だから私に任せて。ゲルダ、どうやってここに。ゲルダ、あ、見つけた。嘘。ゲルダ、君が本物だよね。君こそ本当に本物なのか。最悪、君は私が本物か偽物かの区別もつかないわけ。違う、誤解だ。ただ君がここにいることが信じられなくてつい。間違いない、本物のゲルダだよ。よろしい。すげえな、ゲルダ、どうやって本物を見分けたんだ。君だってもし相手がエリザベスだったら見分けられるでしょ。おお、なるほど。待っててね、ゼル、すぐに解放してあげる。そうはさせん。ゼルドリスは我が新しき器、排除する。ゲルダ、メリオダス、どうして。ゼルドリスには絶対あんたが必要なんだ。あいつを頼む。ゼル、今度はお前が親父に打ち勝つ番だ。メリオダス、ゼル、本当に俺を助けに来てくれたのか。一度くらいは兄貴らしいことさせてくれよな。お前はこの世にたった一人の弟なんだ。ありがとう、メリオダス。向こうでまた会おうぜ。ああ、必ず。貴様の体はもはや我のものだ。二度と兄に会うことはない。ならばあなたを倒す。